こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県加西市、ここは北条鉄道の阿比木駅というところになります。北条鉄道はね、約10キロほどの大変短いローカル線でございます。このローカル線をね、今回は撮影をしていこうかなと思います。この阿比木駅はね、こんな大変立派なイチョウの木がね、ある駅になっております。まだちょっと時期としては早かったかなと思うんですが、11月頃になると大変美しい姿にね、変わる駅というふうになっております。まだちょっと緑がね、たくさんある感じですけども、季節はいつの間にか夏からね、もう秋を通り越して冬のような感じになってしまいましたけども、まだまだこの木は夏というような感じですね。この辺は結構ね、寒かったんですけどね。しかしながらこの木の下には結構、こういうものが落ちております。こちら銀杏ですね。銀杏ってね、茶碗蒸しとかに入れると大変美味しいんですけども、なかなか臭いんですよね。秋になるとこんな感じで、この辺りはね、黄色い葉っぱに埋め尽くされるというような場所になります。向こうに見えております線路が北条鉄道の線路ですね。この路線ですけども、今はね、北条鉄道という第三セクターなんですけども、かつては国鉄でした。そこでね、国鉄時代にここは爆撃があったようで、機関車が転覆しまったというようなことがあったようです。ちなみにこの北条鉄道、現在ではね、クラウドファンディングというものを行っておりまして、五能線で使われておりましたキハ40を復活させて、ここで運転させようというプロジェクトが行われているようです。現在はね、もうそのプロジェクトも、目標の1000万円だったかな、それを超えまして、あとは車両を待つのみというような感じになっているようです。ちなみにこの阿比木駅は見頃になるとこういう感じになるんですね。この大きなイチョウ、大変ね、立派な木なんですけども、これがね、葉っぱを落として大変美しい姿に様変わりいたします。本日はですね、この北条鉄道で秋の撮影をしていこうと思うんですけども、キハ40が来年の春から走るということで、それの下見を兼ねてね、撮影をしていこうかなと思います。さあ、というわけでですね、北条鉄道の起点、この向こうに青駅があります。今映っておりますこの路線は加古川線になるんですが、この右手、非電化路線です。ちょっと目立ちませんが、北条鉄道の線路があります。何年か前になんですが、この場所でコスモスをね、一緒に列車と絡めて撮ったことがあるんですけども、今年に関しては、去年もなかったんですけどね、コスモス育てていないようです。ですので少し、何かしら探しながら撮影をしていこうと思います。例によって大曇天でございます。あと15分ほどすると列車がやってきますので、それまでちょっと撮影中を見つけて、撮っていこうと思います。さあ、早速ですがちょっと良さげなところを見つけました。ここは先ほどのすぐ近く、青駅と阿比木駅の間になります。秋という感じですね。セイタカ泡立ちそう、たくさん生えております。向こうにはススキも生えておりますね。線路はこのように向こうが山の方に続いていきます。いやー、すごい量のセイタカ泡立ちそうですよ。実はここね、去年も一度ここで撮ったことあるんですけどね、その時もかなりこんな感じでしたので、ここは昨年同様というような感じでございます。ではここで撮影をしていきましょう。さあ、列車やってまいりました。現在北条鉄道では3つの車両が存在しておりまして、この緑色、赤色、青色の3種類がね、走っているということになります。本日の運転はこの緑色でしたね。というわけで撮影をしたのはこんな感じになりました。セイタカ泡立ちそうをね、ちょっと目立たせて撮影してみましたよ。最終の青駅に向かって進んでいきます。なかなか大きなカーブですね。SL でも走ったらなかなか良さそうですけども。煙吐かないか。終点の青駅に向かって進んでいきます。ちょうど稲刈りをされておりますね。非常にのどかです。103系と並走していますよ。というわけでね、ちょっと離れた場所から撮っておりますけども、さっきまでね、稲を刈り取りをしてたんですけども、いなくなってしまいました。ですので、ちょっとここで、田んぼと撮影をしていきましょう。実にのどかな風景を列車が通過をしてきました。北条鉄道ね、本当に短い路線にはなるんですけど、私大好きな路線のね、一つになっております。
とりあえず撮影をしたらこんな感じになりました。ちょっとコンバイン一緒に入れたかったんですけどね、いなくなりましたので、ちょっとこの田んぼと列車メインでの撮影という風になりました。いやー、あれと一緒にちょっとね撮りたかったんですけど、列車が通過をしてからこちらの方に来てしまいました。ちょっと残念でしたね、タイミング合いませんでした。さあ、というわけでもう少し撮影をしていこうと思います。今回やってまいりましたのは播磨下里駅というあたりになります。同じく葛西市内ですね。こちら田んぼの中にですけども、このようにねコスモスがいっぱい咲いております。いやー、秋といえばやっぱコスモスとか彼岸花ね、これが一番目立つかなと思うんですけども、まあ、この北条鉄道沿線は結構ね、お花がたくさん咲いている場所でございます。ですのでね、このコスモスを撮影をしていこうかなと思います。まあちょうど見頃ですね。まあ一週間早かったらまだちょっと早くて、一週間遅かったら遅めなのかなと思うので、本当ベストタイミングだったかもしれません。ピンクや赤、紫、白のね、可愛らしいお花がたくさん咲いております。というわけでね、この場所で北条鉄道の車両とこの、コスモスのね、お花を一緒に撮っていこうかなと思います。天気がね、よろしくないので、まあちょっと流し撮りとか、ちょっとね、そんな感じで撮影をしていこうかなと思います。まずはね、コスモスだけです。ちょっと、低速シャッターで少しだけブラしてみました。まあ、曇ってたんですけど、ちょっと日差しが出てきましたね。日差しというほどでもないですけど、ちょっと賛否欄みたいなものが出ておりますね。さあ、そして時間になりまして、北条町駅の方から、先ほどの機動車が帰ってまいります。列車はこのコスモス畑の横を通過をしてきました。というわけでね、鉄速シャッターで撮影をしてみました。まあこのね、鉄速シャッターですることで、このお花をぶらすことができてね、疾走感のある写真を撮ることができましたよ。さあ、そして先ほどの列車が青駅に到着し、また折り返しやってまいりました。まあこのね、北条鉄道最初に述べたように、まあこの1日に関しては同じような車両がずっと走っております。同じようなじゃなくて同じ車両ですね。というわけで今回ね、また今度ちょっと流し撮りとは違う別の撮り方をして、撮影をしていこうかなと思います。まあ、ちょうど播磨下里駅を出発をしたところですので、かなりゆっくりとね、こちらの方にやってまいります。まあ、ここ、キハ40が走るんですよね。いやー、楽しみですね。というわけで望遠レンズを使いまして撮影をしてみました。まあ、大部分をこのコスモスを入れて撮影をしました。いや、大変美しいのが撮ることができましたね。さあ、では本日最後の撮影をしていきましょう。先ほどのコスモス畑が向こうですね。そこから少しだけこちらの丘の方に登ってきました。少しずつ高くなっているようですけどね。まあ、です少しね、高さを稼ぎましたので、このちょっと離れた場所からですけど、眺望園でこのコスモス畑、そして列車を撮っていこうと思います。さあ、列車やってきました。もうお分かりかと思いますけども、この北条鉄道では1両の列車がピストン運用でね、運用に入っております。ですので今日は全部緑色の車両ですね。一両の列車がお花畑の隣を通過をしてきました。というわけで撮影をしたのはこんな感じになりました。まあ、後ろのね、コスモスを目立たせるためにちょっと列車はぶらしております。いやー、大変美しいところですね。いやー、もう何度も言いますけど、キハ40が楽しみでございます。いやー、コスモス畑も美しいですけど、こういう田園風景も美しいですね。いやー、ここをキハ40が走るとなるとかなりね、楽しみでなりません。運用入るまでまだしばらくありますのでね、またこの北条鉄道でどんな撮影基地があるのか、探しに行きたいなと思います。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。